皆さんこんにちは、ダンクマンヨシです。今回はですね、あのレブロン・ジェームスがある告白をしていて、それがめちゃめちゃね面白かったんで、今回ここにフォーカスをしながらいろいろと話していきたいと思います。いやー、もうオリンピックのバスケも正式に終了してね、しかもあのステフィン・カリーとレブロン・ジェームスとケビン・デュラントのその一緒にやるっていうパターンもね、多分これで最後になるから、なんかその寂しい気持ちもねちょっとあるんですけど、そんな中レブロンが今回この自身のあることに関してちょっと話していて、そう、それが彼のセレブレーションね、いつも最近こうやっててね、最近もその試合中に彼がこうやっててね、チームメイトたちもそのベンチでこうやっててすごい盛り上がっていましたよね。そして今回レブロン・ジェームスがこの動作、セレブレーションの意図について話していて、その彼の言葉としては、そのなんか相手のファウルを食らってエンドワンなんかを決めた際に、いやいやその小さい奴らどけみたいな、そういったメッセージを込めてこの動きをやってるんだと、そのように言ってて、そう言われてみると確かにレブロンがなんかその力強いなんかプレーでね、エンドワンなんかを決めた際にね、いつもこうやってましたよね。だからこれは言ったらね、あれですよね、いやいやお前らの力では無理だと、そういったメッセージやと。でもレブロンがこのセレブレーションをやり始めたのはなんか最近ですよね。っていうのは少し前はこれやってなかった気がしてて、っていうのは自分の記憶ではヒートの時代とかはね、あのヒゲダンスみたいなやつやってましたよね。そして最近ではこうやってね、こう王冠を自分で被って私はキングですよと、そういったセレブレーションとかやっていたりして、でも今回のオリンピックで面白かったのが、その観客がわーって一回なんか盛り上がっていて、レブロンが一回それが自分のことかと思って、その観客に対してね、はいはいわかりましたよと、セレブレーションやりますよとやってたんですけど、その時実はそのフランスの観客はなんかその別のフランスのアスリートの方たちが活躍をしてて、なんかそれに対してわーってなってたみたいなんですけど、まあレブロンは自分のことやと思ってこうやってましたよね。そしてあとレブロンのセレブレーションといえば、なんか最近こうなんかね、私はクレイジーだと、なんかそういう感じのことやっていたり、でもやはり最近のレブロンのセレブレーションといえばね、これですよね。これ日本でやってる人いるんですかね、こうやってやってる人がいたらね、ちょっとコメント欄で教えてください。そしてまあセレブレーショントークということで、それ以外ではステフィン・カリーのナイナイとお休み、もう最後のその相手にねとどめを刺した時なんかにおやすみなさいと、もうゲームは終了しましたよと。あの決勝のフランスの試合も、あの一番最後にね、そのレブロンと KD が、そうそう、あの時レブロンと KD が逆サイドにいて、しかもあのステフィン・カリーに2人がねくっついていたんですけど、あの状況であれが打てるのもカリーぐらいっすよね。もう彼以外が打っていたら、いやいやいやってなると思うんですけど、いやまあ仮だったらまあわかるし、しかも決めてくれたんで、でその後あのセレブレーションおやすみなさいと。だからまああれがストーリーとしては完璧でしたし、あとはまあステフィン・カリーたまにその空中をね、なんかこうなんかキリスト教みたいな動きをしてわーってなんかね、空中を指差したりしてますよね。そしてあとセレブレーションといえば、ドリュー・ホリデーが最近なんかこの3の時ね、こんなことやっていたり、あれもなんかいいなと思いながら自分見ていたんですけど、まああとセレブレーションといえばね、 KD なんかはね、自分が思いつくのはまあ今回のオリンピックでは多分してなかったと思うんですけど、なんかよくこうやって相手が小さいっていうなんかそのアピールをするときにこうしたり、なんかあとはなんかこうなんか最近こうなんか地面に対してこう手をして相手が小さいっていうことをアピールしたりしてますよね。でまあこれはまあ KD だけではなくて他の選手なんかもやっていたりするんですけど、まあそういったセレブレーションがあったり、そしてあと有名どころで言えばね、同じレイカーズのディアンジェロ・ラッセル、彼のアイス・イン・ベインズその3を決めた時のセレブレーション、ウエストブルックのね、ロック・ザ・ベイビー、その赤ちゃん、もう相手がそのもう赤ちゃんみたいにやってあげてるから、もうこうお前は赤ん坊だと、そういったセレブレーション。そしてあとはハーデンなんかも、今はしてないと思うんですけど、昔このね、そのクッキング料理をしてる相手をその料理してるって意味でこうやっていたりね。そしてあと有名ところといえばこれ、あのカーメル・アンソニー、今回もあのねオリンピックの会場に来ていましたけど、カーメル・アンソニーがね、あのニックスの時なんかね特によくやってましたよね。そして今回あのセルビアの
ボグダン・ボグナドビッチがね、あの彼のセレブレーションを試合中にやったことがね、ちょっと失礼なんじゃないかと、そういったこともね話題になっていましたけど、でも後日ね、彼とカーメル・アンソニーが普通に笑いながら話していたから、多分ここは問題ないと思いますし、そもそも別にこれやってもね、むしろいいですよね。逆にリスペクトしてるって意味だと思うから。でもまああの時は確かにあのアメリカ代表とセルビア代表がね、もうやり合っていて、レブロンと彼もねバッチバチにやり合っていたから、まあそういう風に持っていきたい気持ちもわかるんですけどね、まあこれはもう全然ね問題ないと思います。でもまあ今回はこのレブロン・ジェームスのこれ、自分もこれはずっと気になっていて、一体彼がどういったことを考えながらやってるのかずっと気になっていたから、まあ今回はそれが分かってね、ちょっとすっきりしました。お前らじゃあ俺のことは止めることができないと、俺は強いんだと、俺はキングだと、俺はクレイジーだと。はい、というわけで今回はこのレブロンのセレブレーションについてね、ちょっと話してみたんですけど、皆さんはこの彼のセレブレーションどう思いますか？コメント欄で教えてください。そしてこの動画も楽しんでもらえたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、てな感じで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。